はい、えー、それではですね、時間になりましたので、えー、始めていきましょうかね。えー、2015年度の本試験のまあ検証会というようなタイトルでお話をしていきます。まあだいたいね、ここに5時半って書いちゃってますけど、えー、っともうちょっと長いかもしれないけどね、あの4時から。 えー、途中、間ちょっと休憩を挟みますけど、えー、6時までの予定なので、多分書いた人が書き間違えたんだと思いますから、6時ぐらいまではやると思っててください。で、あのー、問題冊子は持ってきました持ってきてるかなまだちょっと配布はできないので、えー、試験研究センターがーかい、えー、公表するのがあ、今度の16日ぐらいの月曜日があその解禁日らしいので、まだお配りできないものですから。えー、一応あとレジュメが こちらの本試験検証会というレジュメも1個作っておきましたので、まあ、そちらも一緒に合わせながら見ていければなということです。であの今回ここねいらっしゃってる方ね、まあ、できた人できない人いろいろいるんじゃないかとは思いますけれど、まあ、一応その1ページ目の最初のところの数字をちょっと見ていただくといいかなと思いますがレジュメのところをですね あのー、2015年のおところの数値ですかこれ、レックの無料成績診断での数値なので、まあ、全体の本来の受験生の数字よりは、20点、30点ぐらい高めには出ます、ここはね、あのーまあ、自信がある人が再現に来てるっていうところを考えると、圧倒的に高く出ちゃうものではあるんだけれど、でもその、この点数を見ていただくと分かりますが、前の年と比べてみてくださいね。あのー、20点以上の 20点以上の開きがあるという状態、一般知識がそれほど変わってないところを見ると、これ、あの記述除いたものですから、一般知識がそれほど変わってないところを見ると、やはり法令科目のところでの、えー、点数の伸びっていうのが、今期は非常にはっきり出てるっていう、そういう話になるのかな、ここまで高いのは2009年以来ですね、2009年がそれでも1 5 0 えー、4とか5とかそのぐらいだったんですだそれ以来の高さっていうことにはなりますねまあ、要因はいろいろ考えられるしこれからあと一個一個見ていけばわかるのかもしれないけれどまあ、一つはやっぱりあのね、えー、皆さんも感じているかもしれませんが個数問題がなかったっていうのは あ,ある程度解きやすいっていう状況を作れたのかなっていうのはあるかもしれません。そこあとはそこまでものすごいひねってる問題が次から次へと出てくるっていう感じでもなかったっていうのも大きな要因になってるのかなというところなんですね。まあ、下のの重要度によるる分類という話も上げてておきましたあの、ね、数字が入ってるのは えーと、11月の13日現在の無料成績診断での正答率なので、まああの無料成績診断とお申し込みになっている方はね、最終結果が出た時には若干数字が変わっている可能性はあります。あくまでも11月13日現在です。550人ちょっとぐらいの方が。 あ今のところ応募されているみたいなので、まあ、そのぐらいの方々の点数ということですから、まあ、実際よりは、まあ、これも高めに出てるんじゃないかとは思いますあのあくまでも ABC ランクのところはこれはあどうかなあのブログなどでもあらかじめ書いてたのでご存知の方も多いかもしれませんが A が,あこれが必須問題なんですね必ず外してはいけないというようなレベルの問題で,で B としているのがまあ あ合比を分ける問題なんでここは全部取れる必要はないですけれど、ただなるべく多く取りたいね。で C ランクはこれはまあ、結果的にはできなくてもいい、えー、できる必要はないっていうそういうタイプの問題です。だ C ランクのところは全部間違えてても何の問題もないだろうということになりますし、もし、えー、来年もっていう話になるんであれば C ランクのところの問題についてはあ何らかの形で対策を取る必要はないですよっていうことです。 まああの問題によっては当然まあいわゆる捨て物と言われるようなものが入ってきたりはしますからまあその辺りがこの C ランクの問題だと思っていただくといいです。まあ、これを見てもね C ランクってついてる問題がほとんどないので実際はやはりえしっかりことごとく取っていかないと実際上合格ラインに届くというのが厳しい問題だったのかなっていうそんなイメージで捉えていただいた方がいいかとは思います。 まあこの辺りはまたあのご自分でね、えー、受けた問題を見てですね自分がどこ間違えたかどこできてたのかっていうのはあ終わったあとにもう一回照らし合わせて検証してもらうといいんじゃないかなっていうそういうものだと思ってください。はい、でちょっと2ページ目見てみますか。 はい、ここまでで54人ぐらいかな54人ぐらいの方プラスあとバラバラお話しした人も入れれば多分60人ぐらいの人とあの本試験のあとお話をしているので、まあ、そこで見えている話ということなんだけど括弧2番のです、ねえー、ところに書いておきましたように。 まあ民法、商法、会社法を合わせて6問以上の正解というのが比較的多かったということを書いておきました、あの商法、会社法で今回、差はまあ今回というか、今回も商法、会社法で差はついてないです、だから割と点数があまり伸びなかった人の中で商法、会社法ができなくてとていうことを言っている方は割と多いんですけど、あのそれは点数のいい人もできてないっていう、そういう話です。 卓越のみで180点超えている人も結構いますけれど、あのー、実際上、商法、会社法は割と1問とかあ0問という人が多いです。 他のところで圧倒的に点数取って180点超えていったって人が多いです。今まで見た中で一番良かったのが商法・会社法で4問できたって人がいましたけど4問中3問は、ね、適当につけたのがあってたって言ってましたからだからあの本当にそんなに差はついてないのかな司法書士受験生でも2問ぐらいしかできてない23問しかできてないっていうのがなんか見てると感じる一つの結果だったりはしますね。一方で、憲法かな。 憲法はどうでしたかね特にあまり点数が全体として振るわなかった人については卓越で今回だと記述除いて150点台以下という状態の人だとやはり憲法のところの出来があんまり良くなかったって人がまあ割と多いです。 基礎法学、憲法を合わせて、えー、4問というのを1つ、ね、目標正解数に設定しておいたんですけど上の表の中に入ってますけどねあのこれが2問3問ぐらいのところでとどまってた人はやはり全体の点数があんまり伸びてこないっていう傾向が強いです、まあ、例外はいろいろ言いますけどねあの憲法、基礎法学が1問しか合計でできてなかったけど結果的に全部で170何点取ってるっる人もまあいますからこれ人によっても、ね、いろいろあるんですけれどあの平均するとそんな感じ。 あの憲法基礎法学のところの出来特に憲法の出来がものすごく合比を大きく分けてるっていうのが、まあ、これ毎年そうですね毎年そうなんだけど今年もそうだったっていうそういう話だと思ってくださいまあ、行政法はどうだったですか行政法はねあの割と取りやすいといえば取りやすい問題が多かったはずなんです。 だまず今回の行政法でいやもうわかんないわかんないこれ全然わからないっていう状態にもしなってたんだとしたらそれは若干ちょっとやっぱりそのそうなった人の実力不足っていうところが大きく出ちゃったんだろうとは思いますあの個別の面談をしててもうーんとね16問以上できている人の割合が非常に高いです 15問、例年15問でね結構できたねっていうんだけど15問だとうんもう1個取れたんじゃないみたいな話になっちゃうケースが多いです16問以上ぐらい取れてて初めて他ちょっと失敗しててもうなんとか160点台ぐらいまで乗ってきてまあ,あその結果あと記述で10何点取れればみたいな状態まで持っていくことができているっていう人が、まあ、多いかな その意味では、取りこぼしが一切許されないって、ちょっとその意味でね、えー、大変な試験だったというふうに言えるかもしれませんね。ちょっと一個ずつ見ていってみましょうか。いはい、えっ、ー、と、問題の一番からなんですが、まあ一つずつ見ていくとですね、まああんまり細かくは、 ちょっと、ね、解説はできないですから本当にざっとなんだけど、あのー、基礎法学のところの2問についてはこれはやっぱり問題1番なんだろうね問題1番ができたかどうかってこれ両方とも正答率そんなに高くないのでまあ本当に人によるし場合によっては両方外したとしても。 そこまでものすごい大きなななにはっってなかったと思いますただねあの、これはもう今年大丈夫だって人はいいんだけれども、しこれで来年もっていうのであれば、基礎法学はやはり1問ぐらいは他の科目の知識を持ってくればなんとかなる問題が出てくるケースは非常によく見られるんですね。今回の場合問題1番 でしょうね問題一番が判断できたかどうか第二次世界大戦後日本で生じた法変動というのはこれはやはりあの戦後の日本のお政治の歴史とかあそういったいわゆる政治経済社会で勉強する内容を思い出すとある程度推測がついたんじゃないかなっていうそういう問題だと思います。あの戦後はアメリカなので あの戦前の日本というのはドイツの影響を強く受けてますけど戦後はとにかくアメリカ一辺倒に変わっていくってことになりますし碁番を間違えた人が結構多かったような印象があるんだけど刑事訴訟法というのはこれはもうアメリカのいわゆる適正手続きの保障っていうのを具体化した法律ですからね憲法31条自体はあれは適正手続きの保障あれまさにアメリカのね え考え方が憲法に反映されたものでそれを受けて法律ができているってことになるので、まあ、ちょっと、ね、英米法的な観点うんぬん出てきたらこれ大体いい戦後の改正で入ってくるものっていうそういうイメージが持てたかどうかあの4番、3番、2番あたりはこれは知ってないといけないもんね2番、3番、4番は全部もう戦後にできたっていうのは有名な話でしょ地方自治法はこれ、日本国憲法と施行日一緒だし。 ね、独立じゃない,いや独占禁止法はこのあたりはいわゆる経済の民主化って言って政治経済のところでよく説明する話に引っかかってくるところだったということなんですねだそのあたりかな2番はこれはもうできなくてもおしょうがないではしょうがないですあのー、まあまあなんだかんだで選択肢1番2番はねちゃんと 分かるようにしておくのはもし来年受けるという方は1番2番はちゃんと分かるようにしとくといいのかなぐらいのレベルのもの。さて、えー、憲法ですあのね 憲法はもうやってみても分かったと思いますけど3と6と7です3と6と7がちゃんと取れたかどうかっていうところがもう最大のポイントですこれちょうど本試験の前の日の授業かなんかでねあの外国人の人権とそれから司法権の限界とあと私人間効力とね そのあたりを一度判例全部見ときなさいって話を、あの、ズバリストライク講座とかああいうところで言ってたものがそのまま出てきてるっていう、そういう話だったりはします。しかも、外国人の人権は、これは、あのー、本当にこうベタベタな問題で、えー、指紋の大夏の強制はもちろん理由なく、 求められる、強制されるっていうのは憲法13条違反であるっていう話になるでしょうしでその保障は外国人にも及ぶんだけどでも昔の外国人登録法での諮問のオーナツについてがあ,あれはあ必要最小限の規制だから、まあ、あれは一応許されるってそういう話だったはずなので選択肢一番で外国人に及ばないっていうのはこれは完全にアウトですよねっていう話なんです。もこれらは もう本当に基本的な内容を聞いてきた2007年ぐらいの本試験の問題をある程度焼き直した問題っていうそういう感じだと思います。4番はクイズだね。4番はクイズなんでまあ来年の試験受けるという方でも別に何か検討しなきゃいけないというものではないと思うよこれはあの。結局生存っていうね 生き抜くってところに <laughs> 関係するものとしないもので分けたら確かに4番関係ないなっていうそういう話なんですよストライキで刑事面積なんでしょあの刑事罰受けようがどうしようが生きることはできるので試験にならない限りはだからそれ考えたら他のものっていうのはそうじゃないのでっていうところがあるんでしょうねでやはり刑事面積ってこれ自由国家からの自由ってそういうイメージの問題ですもんね 残りは社会権的なイメージが強いでしょうってところから判断がついてもよかったのかな、意外に正答率高いんですよねあの。無料成績診断ではこれ70だって切り上げちゃったら77%ってなってるので、まあ、そこ気づいた人多かったのかもしれません。問題5番は文章理解ですよ。これね、まあ後追いです。後追いだけどあの司法上の価値秩序っていう言葉が。 入入っっててるものと入ってないものに分けるると答えすぐ出るんですよあの結局ざーっと読んだ時にキーワードとして繰り返し出てくるものっていうのであの司法上の価値秩序って言葉が入ってくるものが4つあって1個だけ入ってこないものがあるっていうそういう流れになるんですあの並べ替えの問題の文章理解の鉄則で同じキーワードが入ってくるものはくっついて 来るっていうそういうことを考えるとあ,あいいいいうううえっっっててつつはははは必ずくっつくはずくくくだっていうことがああ推測でできなくはないですそうするとね変なもんで1番と5番のあいうえの順番で並んでるもの2つしかあいうえがくっついておが途中変なとこに入っちゃってるっていうケースでないものって1と5しかないのよあとはどっちが前に来るかなで5番っていう判断がするね到達することはそんなに大変ではなかったかもしれません。ただ あの本試験の現場では厳しいかもね。これ今言ったのは後から言えばそうだって話だから現場で今言ったことに気づけっていうのはそれは無理だと思いますからまあできなくてもいいです。一方で6番はこれ予想通りでしょ。もう随分前から司法権の限界は今年は出るんだっていう言い続けてきたところの問題がそのまましかもまあ有名なものだけ出ましたね。有名なものだけが出たということだったりはしますよね。ですから あの3番のところのこれいわゆる統治行為の話ですけどあれは司法権の限界のグループではないもんね。あの司法権が一切及ばないやつっていうのはあれ警察予備隊訴訟とかあとは。 えと板マンダラ事件とかあ技術士試験事件みたいに法律適用してもどうにも解決ができないケースっていうのが司法権の限界というので完全に司法権の対象から外れるっていうものなんですねそうじゃないものっていうのはあの統治行為にしても部分社会の法理にしても法律使って解決はできなくはないけどあえてしませんっていうそういうような判断をしたものなのでそこで3番をちゃんと選べたかどうかまあ6割ですから意外に合否を分けてますね。 あの簡単な問題だけど、無料成績診断で61.5ていうのは、これできたかどうかは結構、合否が分かれる、問題7はね、これはできなきゃダメね、問題7はできなきゃダメです、まあ、必ず言う、あの当地の条文は、あこれ外すと大体、ちょっと厳しい結果になる人が多いよっていう、その典型的な問題です。まあ、憲法は、うーん、どうだろうね、トータルで見ると、まあ、標準的なんですよ、そんなに優しいとは思わないです。 現場で見たときにきっちり取れるかどうかという意味ではそんなに優しい問題ではなかったと思います。まあ、難しいとも思わないけど。という話、標準的でやっぱ3台取れるのが必要だったんじゃないかな。はい、えー、行政法のところね、問題8番から順番に見ていきますが、あの行政法でおそらく一番難しい問題が8番ですあの。今回の19問の中で最も厄介な問題が問題8だったんじゃないかと思います。正答率を見ても54 でしょ行政法の中、9割超えているような正当率の問題がずらりと並んでいる中で、まあ、正当率的にはあ問題17と並んで低いんですね。で、問題8は、まあ、行政法の先頭の問題であるってことも考えると、まあ、非常に正当率があ伸びなかったって、そういうところもあるのかもしれないけれど、やはり難しいと思います。 8番を正確に答えられたかどうか、まあ、あの知ってる人はね選択肢2番が正解だというのはすぐ気づけるんでしょうけど、1番を選んで間違えた人も結構多かった印象を持っている問題だということなんですね、あのそこから先は、うん、もう出るぞと言ってたところが、そのまま出てきてるようなあものだったりはします、問題9は93%の正答率だから、これはまあほぼほとんどの人ができていると。 いうことになるんでしょう10番行政立法を出るならこれだって言ってたものが出てきてますからまあ当然できなきゃいけない11番の意見公募手続きもこれももうね出るとローテーション的に出るって言ってたものがそのまま出てきてますよねあのー、特に選択肢1番の条文はこれ38条の規定だけどもう過去にも出てる条文がそのままもう一回そのまんま出てきたっていう。 もうコピーして貼っただけっていう、そういうタイプの問題です。問題中に、これ定義の問題ね、定義の問題も、おまあ、まあ、間違えるのはちょっとまずいかなっていうタイプの問題だと思います。でね、問題13なんですけど、一応、レックの答え2じゃないねえ。 でど,どう言うかな、これはもう試験研究センターが1月27日にどう発表するか次第ですから、何とも言えないんですけど、この問題ね、多分ちょっと爪が甘いんですね、爪の甘い問題です、これは。なので、答えがね、3つぐらい出ちゃうと言えば出ちゃうんですよ、この問題は。あの問題には明らかにこれはアウトです。だって、条例じゃなくて法律を根拠に、 えー、許認可申請をしてその許認可処分をしているっていう根拠が法律にあって処分だから、まあ、行政手続き法が適用されるケースであるっていうことでその逆のことを書いてあるんで確かに2番がこれ明確に違うんですねおそらく比較の問題で明確に違うからこれだって押し切るんじゃないかなって気はします。 あんまり没問だとかなんとかっていうのは格好悪いんで多分向こうも言ってこないと思いますから多分それで押し,切押し切ろうと思えば押し切れますんでただ選択肢4番を見るとですねこれ許認可申請したんでしょうで申請書が役所に届いたんでしょうあのー、うーん直ちに審査を開始することになっているって書いてあるけどこれ条文上は遅体なくなんですよね遅体なく審査を開始するって話になってるはずなのでそう考えると俺4番も違うんじゃないって言われたら うーんそうかもしれませんねっていう話になる場合はあるかもしれませんただあのこれ実際上行政手続法よくある質問と回答の内容をっていうような若干条文から離れた原稿案っていうイメージだということで押し切っちゃえばいやいやいや直ちにって一般的な直ちにって意味で地帯なくも入るんだみたいなことをもう言うことはできなくはないですだからそこで突破することもできなくはないんだけどちょっとやっぱり首をかしげる問題でもう一個言えば5番かな 選択肢5番も、これよく見るとね、えー、理由は同時に示すって書いてありますけど、ご存知の通り、これ、必ず理由を同時に示さなきゃいけないわけではなかったはずなんですね。例外的に、まあ、要は客観的な指標などでも明確な状況であるならば、これは申請者の求めに応じて示せばよいんであって、同時に示す必要ないっていう例外があるじゃんってこと書いてないじゃんって話になるんです。いやいやや問答集だからって 言えるのかなと思うと実は選択肢の1番とかを見ると公開するしないのところはちゃんと原則公開だって書いてるんですよね。っていうことを考えると5番になんで原則入れなかったのかって言われたら「て」って言うしかないのかなっていう問題に見えなくはないんですそう言っちゃうと3も4も2も4も5も違うって言われたら違うんじゃないっていう話になりかねないのねあとどう出るのかなって全員正解にするのかでも多分2で押し切るんじゃないかなって気はします。 あのー、まず一般的には理由は同時に示すんだ。で、あとはケースバイケースでその、ね、申請してきた書類の内容があ客観的におかしいってあんた分かるよねって状況の時だけあの同時に示さなくていいって話になるんだから、いやいや、これは問答集なんだから原則だけ書いとけばいいんだっていう言い方もできなくはないので、まあ、逃げることはできます、逃げようと思えば。ただちょっとと問題の作りとしててはここ数年で見ても うーんなんかなんだこれって感じの問題であるのは事実です。誤りを含むものはどれかうーんでしょうまあね、えー、2番が一応全予備校全部2番ってしてるのはもうこれがもう逃げようがない形で間違ってるので、まあ、これだっていうそういう話なんだろうね。比較の問題かなっていう2006年2007年頃よく出てたちょっと曖昧な問題に近い感じの問題なのでまあ一応これはあのー、27の 来年の1月27の発表の時にどう言ってくるかっていうのはちょっとまあ注意してみておいてもいいのかなとは思います。まあ、あんまりいい問題じゃないですよね。だこれ気づいた人はそこですごく迷って時間をロスしてっていうことも考えられなくはないので、うん、ちょっとね、あのー、もしそうだとするとかわいそうだなっていう類の問題なんですよね。まあ、4番、14番、15番あたりはこれは簡単ですかね。えー、不服審査法に関しては まあ14番は68%なんで意外に合否を分けたのかな、ただ、まあ、ねえー、審査請求で、えー、事実行為の場合は撤廃すべきことを命ずるんだっていうのは、まあ、よくよくいろんな事業でお話ししていることだったりもするので、えー、判断はついてほしい、15番はこれはもう、あのー、絶対知ってなきゃいけないっていうかね。 まあまああのー、普段もし私がやってる事業に出たことが1回でもあるこの分野で出たことがある人は絶対間違えちゃいけない問題だと思いますもういわゆる25条1項の内容の原則書面例外口頭の話をそのまま聞いてきましたので、まあ、確実に判断できるといいだろうで16番、あのねそそうそう、えー、16番はこれは あ行政法の知識が曖昧か曖昧じゃないかその人がどうだったのかを判断するときの一つの、えー、基準になりますねこれ間違えた人はやはり行政法の知識に関してちょっと爪が甘かったかなっていうそういう一つのこれは特徴を示す問題ではないかと思いますつまり一番を正しいと選んでしまった場合 これは爪が甘だってあのー、事情判決でこれ判決理由において処分が違法であることを宣言されるって書いてありますが判決理由じゃないもんね主文ですもんねってところに気づけたかどうかなんとなく読んであこれ正しいって思って先行っちゃったってことになるとやはりちょっと詰めが甘かったかねって言われてもまああんまり反論はできないねっていうそういう類の問題ではないかと思います。あの逆に4番を 選ぶというよりは結局1、2、3、5のところを消してって4番に最後行きつければそれでよかったのではないかあの正答率が43%ってなってますけれど無料成績診断のね。ただこれは意外と合否を分けている問題の1個だと思っててくださいこのレベルの知識がきちんとあるかどうかがやはりあの行政書士試験の合格のためには必要なんだっていうのをもう詰め込んだ問題です。 あの行政事件訴訟法の巡用の問題であるとかあそれからあ判例の知識についての問題であるとか、まあ、その辺りを <laughs> 全部詰め込んでる問題ねあと選択肢3番は、まあ、これは巡用かそれから2番のところでは あそもそもお処分の取り消しについての訴訟の中でどんなことが主張できるのか損害賠償や防止の措置を命ずることができたかどうかこれは過去にも何回か出されているようなあの主張内容がどうだったのかということを聞いている問題だったりするでしょなので、あのーまあ、まあ今年もう大丈夫って人はいいんだけどお来年また受けるぞっていう人は問題16みたいなものを見て迷わずにパッと答えが出る状況を作らないといけないよ。 っていうものだと思ってくださいまあ問題17もなぜか正答率があんまり高くないんだよねでもこれはあのー、単純な条文知識問題なのでしっかり、えー、ある程度勉強している人は取れないといけないかなあのー、選択肢1番 のとこころはこれやっぱり順だよね執行停止はどこに順用されるか、取り消し訴訟と無効確認訴訟だけだということを聞いてきた問題ですし、それから2番はタイミングの問題でしょ、執行停止の申し立てを法案訴訟の提起と同時にしなきゃいけないのか、まあ、それ以降に、えー、後からしてもいいのかどうかってそういう問題ですし、3番はこれはあの職権で判断ができるかどうかっていうね。 問題ですから、これ、職権でできるのにどんなものがあったかをきちんと分かってたかどうかって、その類の問題なんですね。あの16、17は、まあ、17もそうかな、16、17が知識としてどのくらいきちんと正確に身についていたかっていうのを判別するっていう意味では、とても、とてもこれはいい問題だったんじゃないかと思います。はい、それから問題18、これはまあまあ、組み合わせだし、優しかったかな。まあ、普通のレベルの問題です。あんまり えー、今ここで何か言うような話でもないでしょう。はい19番、えーっとね、19番、これ国媒でしょ、あのー、1、2、5はちゃんとわからないといけない、1、2、5がちゃんとわからないといけない、3と4に惑わ,されない惑わされる前に2番でちゃんと正解だって行きつけるようなあ状況が、まあ、この問題の場合は望まれたのかな、あのー、1番、2番が本試験で繰り返し出ているもの、それから5番あたりは、 これもやはり、えー、学習上知ってなきゃいけない判例だと思います。3、4は知らなくても別にいいです。1、2、5で十分答えが出せるので、えー、正答率もそれで高かったんでしょうね。88%ですもんね。それから問題20番、これは優しいよ。これはものすごい優しいです。あの組み合わせなので、ちょっとびっくりするんだけど、あがおかしいっていうことは、これは気がつかなきゃいけないと思うのね。 あの本件では公の映像物たる河川の設置管理の可視が問題となっている X が国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することができる以上 D の放流操作に違法過失があるとしてもお国家賠償法1条の損害賠償請求はできないって書いてあるけど、まあ、公務員の濃い過失があって損害が発生しててって話であれば別に一条責任追及したって悪くはないんですだこれおかしいなって分かるとあっという間に選択肢4・号に絞れるんです。 で4号に絞れて見てみるとそこはあと「お」とかの判断だけができれば良いではないか「王を見るとこれ二乗責任の場合に他の人に求償できますかできますよねっていうその話なのでその瞬間に「4」が正解だっていうのが確定するというそういう類の問題ですあの選択肢が3つの記号で成立してますからこれはかなりやりやすい問題だったんだと思います。 2つ分かれば答えが出ちゃうからね公務員試験でよくある出し方なんだけどまあ,あの <laughs> 問題20番91%っていうのは多分それに気づいた人が多かったのかなっていうそういう問題だと思います、はい、21番これも基本問題だねもう出ると言われていて出てきたものですから、えー、まあ住民訴訟は来年受けるというようなことを考えている人はやはりちゃんとやらないとねっていうそういう話なんだろうと思います22番 <laughs> うん、地方公共団体の種類が、まあ、これもほぼ予想通り出てきたっていうそういう話ですかあの特別区は特別地方公共団体だしねでそれから意のところで指定都市に置かれる区は法人格がないでしょ 横浜市の広北区にはこれは独立性はないですから、まあ、それを考えるともう1か2に絞られて「う」の有するはそのまま正しいということになりますあの大阪の、ね、特別区の都構想の住民投票を見たときに、まあ、あの別に3分の2以上なんて票は要求してなかったよなってことをちょっと思い出せれば、まあ、2が正解だっていうのは簡単に行きつけるんじゃないかとは思いますよということなんですよ <laughs> はい23番 あの条例規則は確かに去年出てた出てたけど、あのね条例規則で唯一出るとしたら罰則だっていう話を、これは、えー、今年やった道場ですかあ、なんか行政法16点アップ道場とかのところでも、条例規則は実はこの罰則の話だけ取り上げて、えー、説明をしてたんです。あの規則にはは刑罰は設けられない ね、そして条例には刑罰が設けられる過ち料は両方5万円以下でいけるけどねっていう話が分かっていれば、えー、5番はこれは行きつける問題ではないかと思います、うん、そして24から26も意外にそんなに難しい問題が今年は出てなかった <laughs> 去年はここからす,ごい,すんごいとんでもない問題が3つ並んでたんですけれど今年はそうでもないねまあ24番、えー 選択肢3が正解ということになりますが、まあ、特に絵とかあそれから音とか、まあ、答えに直接関係しないけど絵とか音かの内容できちんと判断ができればそれで絞れるもんね実際あと絵が分かれば答え出るんですよあと絵がおかしいってことが分かれば消していけば3しか残らないのでそれで正解できちゃうっていうそういう類のまあこれもどっちかっていうとちょっとサービス問題かなっていうところがあります、えー、問題25条文穴埋めでしょ あのまず行政事件訴訟法7条は去年も出てましたね、これはね、去年も出てました。だから、その段階で異が、カタカナ異が1番、4番、5番に絞り込めたはずなの。ねここの条文の表現はちゃんと出てこないといけなかったはずなんです。それからまあ問題 あの空欄の中はこれはね、ミナスなのか推定するなのか、いややばい、覚えてないって、これはまあ覚えてなくても別にいいですよ、そんなに重要な条文でもないしね、17条参考は。となった時に、カタカナ絵ですよ、カタカナ絵は、もしくはとまたはの使い分けっていうのは、これは去年、基礎法学で出ていて、よく授業の中でも、もしくはとまたはの違いっていうのは、これはよく説明する用語なんですね、またはがでっかい分岐点なんだよね。 またはの前で A または B になってその A の中をさらに複数に分けたい時にもしくはを使う。っていうことが分かってると実はこれ「う」と「A の空欄の「A のところにもしくはが入るなっていう確定はこれはあのできるんじゃないかなそうすると4番正解って話になるんです。だから「い」と「A のところで回答が確定できるとよかったっていうそういう問題だと思いますよ。あの25番は、えー、77%だからやっぱりねあの今回70%台。 以上の問題はこれはまあ少なくとも合否を分けてる問題だと思っていただいた方がいいんじゃないかな、あのー、2つねだから来年の試験だともう行政不服審査法の条文知識はちょっとリセットしなきゃいけないけれど E.U. へのところはこれはいずれも大事な条文だもんねっていう話にはなるんですねまあ問題26番これはあの勤務時間外の行為も処分理由だうんまあまあ あそうだよねっていう話でしょうし、まあ、あの行政法全般を見た時にあの、ね、やはり19問で、えー、16問以上できている人は割と多いような気がします。 すごいいいい人人人ででで19 19問中19問中っっっててももたたのでもう全部できちゃったっていう人もいましたまあなかなかマークシートなんで全部できるっていうのは多少運が良かったんだろうねっていうものもないと無理だとは思いますがまあかなり高得点をきちんと取れる問題というかそれがあのもし、まあ、今年それで大丈夫そうな人はね <laughs> そうかみたいな感じで終わっちゃうんだけどもう一回受けるぞっていう方に関してはまあ 今回のレベルの問題だったらそのぐらい取れないといけないんだなっていう認識はちょっと持たないといけないかなというそういう問題だと思います。<laughs> さて27番以下ですね。もう民法は言い出すとちょっと時間がなくなりそうなのであまり詳しくは触れませんけれどあのー、問題27番。うん 問題27番、うーん、まあこれ、ね、A ランクと思ってたけど、正答率見るとそんなによくはないのね、68.5ってことになってますから、ただ、制限行為能力のこの内容は、ある程度出題が予測されたところでもあるので、まあ、合否を分ける問題になるんでしょうね。あの、まず、絵の内容ね。 あの家庭裁判所本人や配偶者などの請求により補助返しの審判をすることができるが本人以外のものの請求によって補助返しの審判をするには本人の同意がなければならないあの制限行為能力、これも今年出ちゃったから来年どうかなと思うんだけどただ あの本人の同意を取らなければいけないっていう場面をきちんと覚えておくっていうのはとっても大事な話なんです。なんとか開始の審判を受けるっていう時に本人の同意を取らなきゃいけないのはあれは補助開始の時だけだったはずなのねで補佐開始、補助開始ともに代理権をっていうようなオプションの発注をするときは本人以外の人が発注するなら本人の同意を取れって話は両者共通で存在していたっていう話があったんです。これカカタカナ とおはカタカタナイもそうだけど、まあ、特に絵のところで補助開始の審判に関して、これは本人以外の人ももちろん家庭裁判所に請求できますよね、請求するときは必ず本人の同意を取らないと、これ、本人の名誉のためにダメなんだっていう話があった、絵が正しいって判断がつけば、まあ、4と5にその段階でもう絞り込めるということになるんでしょう、あとはうとおの判断だということになりますが、これ、おは明らかにおかしいからね。 おはこれは読んだらおかしいと思ってください、そんなにコレクターじゃないんだから、あの補佐開始とか補助開始とか、成年後献開始とか、いっぱい持ってたってしょうがないんだから、あの重複するんだったら片方をもらうなら片方は取り消すって、もともともらってた方は取り消すってことになるのは、これは当然の話でしょうから、おは明らかにこれはおかしいです、読んだらおかしいなって気がつかないと、制度上取り扱いが混乱しますよね、こんなの認めたらね。だから、あのそれさえ分かれば4が正解っていうのは、他忘れててもなんとかなると思うよ。 組み合わせは本当にこういういやり方でで答えが出せるんですよこの全部わからなくてもある程度わかるところを起点にしてあと選択肢を上手に使っていけばなんとか答えに行きつけるそれがあの今回卓一の出来がいい一つの理由だと思います全部分かってなくてもなんとかなるっていうのがあるんだというふうな話です問題28はね難しいこれは難しいあのー まあ来年受ける人向けに言うなら345をちゃんと分かるようにしようねっていう選択肢345です。12はいいよ。12はいらない。 345が分かればそれでいいかなと思います。確かに落ち着いて読めば5が正しいっていうのはね、これは、まあ、あまあ分からなくはないんだけれど、現場で解くのは結構やっぱきつかったと思います。28番をこれを現場で正確に正解する、まあ、45.5%だからやっぱり結構苦労した人が多いんじゃないかなという問題ではあるでしょうね。まあ,あの虚偽表示は予想通り出たといえば出たんだけどね。それから29番、これはできない。 <laughs> 無理です。29は無理。私ね、これ選択肢1の条文知らなかったもん。だから無理です、これは。あこんなのあるんだっていうそれ初めて見たぐらいなので、問題29の1を知ってた人は、これは逆にすごいです。すすごいいとと思います、まあ、確かかにあの枝がが出ちゃったとかね根が あ生えてきちゃったとかっていうんだったら枝の方はそれほど大きなダメージを受けるような話じゃないんで自分で切っちゃダメよって相手にね切ってくれってお願いしろと根の場合はいろいろあの家の基礎とかいろんなものを壊す可能性があるんでとりあえず自分で切っちゃえみたいな話はまあまあ確かに23はねあることはあるんだけどねで4と5は読んだら確かにおかしいねって5なんかこれねえ。 あの明らかにおかしいですよね、雨水が隣の家からじゃあじゃあ流れてる、じゃあじゃあ流れてるけど、とりあえず我慢しとけってもう意味は分かんないでしょ、これ、だら明らかにこれは法律の条文じゃないですもんね、こんなのね。だから、あの確かにその辺で絞り込めっていうことだったのかもしれない、1を知ってろという問題じゃなかったのかもしれないけど、まあ、できる、できないで合否は全く影響ないと思います。問題29は、正当率やっぱり低いよね、37%ですから、まあ、実際これ、 無料成績診断でこの数字ってことは、実際の受験生ではもっと低い、ほとんどできてないって言ってもいいような問題ではないかな。30番は、うん、留置券出ちゃったな、でも、あのー、選択肢の1番、2番あたりはこれは確実に分かってほしいというか、留置券の中であの数少なく説明する中のお論点の1つになりますか、20譲渡の場合の、ねえー、選択肢2番の話、これは20譲渡で、まあ、 第一譲り受け人が損害賠償請求権手に入れたとしてもそれ非担保債権に第2譲り受け人登記を備えた第2譲り受け人に対して、えー 留置権主張するというのはこれダメなんだよねっていう話はあこれは知っておいてもいいかな、まあ、今年、留置券出たんで来年は先取り特権なのかな、まあ、そのあたりのまあまあちょっとしたマイナーなテーマっていうものもやはり目配りをしとく必要はあるんでしょう来年受ける方に関して言えば問題30はちゃんと一通りきちんと振り返っておく必要がある問題だと思います31はね難しい31はとっても難しいです。 これは44%という正答率になってますが、一個一個の選択肢を見ていくと、ちょっと正解に行き着くのは厳しかったと言っても、まあやむを得ない問題、できなくてもいい問題だと思います。難しいです。はい、問題32、このあたりが民法をちゃんと分かってるかどうかのメルクマールになります。だからあのー、来年受けるという予定の方は問題32番がしっかりできるようになるっていうのはとても大事な、 ポイントではないかな、32番、あの正答率も59%ぐらいでしょ、まさに合否を分けている問題の1個になってくるんだろうということなんですね。だから、まあまあ、来年、例えばもう行政書士は大丈夫そうだから、違う試験を受けるとかいうとこの,その違う試験に民法が入っている場合なんかでも、まあ、当然そうでしょう、これ問題32のような、割と総合問題的なものをしっかり取れるようにしておくっていうのは、まあ、いろんな意味でとっても大事だとは思いますよ、これはね。 それから問題33、うん、贈与、まあある程度予定通りの出題だし、これは優しいね、あの死因贈与と遺贈の比較は、これはもうね、結構いろいろ言ってきたところでもあるので。 撤回はどっちも自由なんだぞっていうのはこれは気づかないといけないっていうそういう類の問題だったと思いますあの33番これもねでも出来はそんなによくないので合否を分けた問題だというふうに言っていいでしょう問題34うん多分民法の中では一番取りやすい問題が問題34だと思いますあの一番典型的に、えー、不法行為の過失総裁のあたりの話 あの責任能力とか自理弁識能力っていう言葉は、まあまあよく普段授業を受けた方にはね、よく説明してました。自理弁識能力っていうのはあの危機回避能力なんだと。だから危機回避能力もないような人には、お前に過失があったから相殺しろと加害者から言うことは、これはできないんだと。 その時に例えば3歳の子とかだったら自理・認識能力ないのでその3歳の子にお前が注意してないから車で引いちゃったじゃないかとはドライバーの人は言えないですよね。その時にあの一緒にいた親が手を離してたっていうのも被害者側の過失っていう形で、えー、文句を言うことが、まあ、できても良いのではないかっていう話が、まあ、今回、問題の中心的なテーマ例えば選択肢3番なんかに出てるんですよね。あととちょっと首が長いだけでは 無チ打ちの症状がひどくなったとしても、これは過失相殺の過失には当たらないって話があったでしょ、病気になってないといけない、それ4番だよね、疾患になってないといけないとかさ、まあ、その辺考えていくと、あのー、まあ1から4を消せば5が残るっていう、そういう類の問題だったんだと思います。34番、これも5比を分けてるんだね、55%ですもんね、意外に、えー、出来は良くなかったのかもしれません。 まあ実際、ね、民法は9分の5って人が多かったんですね、見てると、9問中5問正解ぐらいの人が多いです、で商法会社法は1問できているかできてないかぐらいっていう状態なので、結局、両方合わせて6問ぐらいの正解っていう人が非常に多いです、だからそ,れそこがそのくらいの出来だったら、それは一応クリアしてるんです、そこはクリアしてて、他で差がついている可能性が高い。 とということになります。まあ、結果的にやっぱり行政法なんですよね。行政法の出来がいいか悪いかで、明確に択一だけの点数のところがあ150点台にとどまったか170点台ぐ,ぐらいまでえ近くまで、もしくはそれを超えていったかっていうところの大きな差はそこに出てるのかなっていうのがあー見えていますね。問題35は優しいもん。うんただ 個人的にはなぜ相続が出ないんだろうっていうのがすごく疑問ではあるんですけれど今年はさすがに相続だろうっていう言ってた話なんでね、なんで婚姻だっていうのはすごくびっくりしましたけど中身としてはわ、ま、り、あ、かし簡単な問題だったので、まあ、なんとかあその、ね、私は予測は外したけれどできててくれると嬉しいなっていうそういう問題です76%ぐらいの正解率なので、まあ割とできは良かったのかなとは思いますけどね。 はい、商法会社法はね、うーん、まあ、現場で解いたとしてできた、できるといいかなっていうのは、37、38のどっちかぐらいじゃないかなと思います。うーんちょっとね、あの神話は崩れてしまったと。 いうところがあったので、えー、まあ、その神話だけを信じたというような状況だと全部間違えちゃうということになっちゃうんだよねこれはもう本当にごめんなさいただ責任は取りませんって言ってたはずなので <laughs> そこはあのねあれなんですよまず結構4が出る、4が答えになりやすいっていうのは、まあまあ、一つね、定説があったんで、全然勉強してなかったら、とりあえず4つけとけっていうと、まあ、大体ここ、去年ぐらいまでは2つか3つあってたんですけどね、今年見事に4が答えないっていう、回答速報会の時にすごく顔が青くなりましたけどね、あのそういう話です。ただああのの問題37番あのね 全部4と言ってたけど後でちょっと見た時に37はできそうだなと思ってやってこれ4じゃないよねと思って答え変えたって人も中にはいましたあの。自力で解ける可能性が高いのはやっぱり37番だったというふうには思います。あのーまあまあ、例えばイとかね複数の発起人がいてって書いてててっ書あるけれど あの発起設立だろうが、募集設立だろうが、発起人となったら、1株以上は全員発起人である以上、引き受けなきゃいけないんだよね。募集設立の時に、これ、あのー、発起人のうち1名が引き受ければ良いって、引き受けなくていい人がいるって話になっちゃうと、これはおかしいなっていうのは、まあ、 あー一通り勉強してるんであれば分かってもよかったかなっていう話です。意が誤りだっていうのが分かれば、まあ3と4は消えていくんで、その段階では4じゃないって多分そこでその人は気づいたんだと思います。後でもう一回読み返した時に、あれって思って変えたということを言ってました。まあ、あの、その他、えー、かなうの発行可能株式総数が、 これは必ず定管に記載しなっていうのもまあそうね、えー、直前期にあんまり頭に残ってなかったかもしれないけれどあの商法会社法特訓講座とかああいうのを受けた人はその中で実は言ってた話ではあることはありますただまああんまりもういいやと思ってやってなければ記憶には残ってないかもねっていう話なんだけどね、まあ、その意と「う」が分かればある程度答えは絞り込めたのかなっていうところですね。 あとはおかな、おの話でこれ疑似発起人の責任っていうのであの発起設立の時はこれは出てこないんだよね募集設立じゃなきゃ出てこないはずなんですよだってあの設立の広告を出すだなんだっていうのは株主を募集するから広告出すわけじゃないとなったら発起設立の時はそういう必要性ないですもんねあの黙って作ってればいいんですもん 黙って作ってて作会社できましたって会社ができてから会社の宣伝すればいいんでしょって話になると、O はこれ両方どっちの場合でも、お三助設立に三女するうんぬんって話は出てこないはずなんですね。それで見ていくと、まあ、今あ見てきたように、うとえとおが分かれば、まあ、それで答えは絞り込めるだろう,うまあう、確かにこれが一番回答しやすい問題ではあったと思いますが、えー、正答率はすごい低いね。 26.9%なので、すすごく低いです、まあ、結果的に商法会社法はそんなにできてもできなくても合否には影響がないっていうそういう話なんだとは思います、一番解きやすい問題ですらこれだからね、まあ、多たうんなので、38、39、40ってもう、あの今年これだけ正当率が高い問題が並ぶ中で、会社法の36番から40番の正当率見ると、もうことごとく50を切ってますよね。 まあこれはもうできてもできなくても合否に関係ないからだからあそれで割り切ってしまっていいだろうというそういう問題だったんだと思います。はいえー、41番以下多し選択かうん多し、あのー、選択の問題41番ね 足し、えー、選択はどうだったですかね、なんかこう一応個別に話を聞いたりとか、それからこれもね、えー、無料成績診断のパーセンテージを見てる限りでは、42のう以外は、ほとんど、ほとんど正解しているようなケースが多いです。だからままあ、まあ あーマークシートなんでねなかなかそううまくいかないかもしれないけど12個の空欄の中で10個以上正解できて,できていたかどうかが今回合否を分けていると思っていただくといいかと思いますここがあの14点だ7つとか8つにとどまった場合は結構苦しくなってたはずですあのやはり10個以上の正解というのが1つこれ例年そうですけどね例年だいたいたまあ最悪9個,にめ9個の正解18点。 それ以上は取れっていう話はしてるので、まあそれがちょっと今回は10個以上っていうところにえ来たのかなあの、問題41、この船橋市のね、えー、これ絵本作家の人が、あの新しい、えー、歴史を作る会だか、教科書を作る会だかなんかそういうようなあ人たちの著作などを、ですねあの私、こんなの気に入らないわっていうんで、107冊こっそり捨てちゃったんですね。 で、こっそり捨てたことがバレてで、まあ、匿名の何か通報でバレたか何かで、それでその著者の人たちがみんなに読んでもらう機会を奪われたと、で、図書館というのは、どんな思想の本でも必ず全部陳列して、みんなが手に取れる状態を維持してなければいけないじゃないか、私の人格的利益が侵害されたんだから賠償しろっていう、そういう国家賠償請求を起こしたものです。あの認められてるんですよ。 確かにその通りでございますっていうので、まあ、数万円の賠償があの認められたっていう、そういう話なんだけど、まあ、えー、4つ全部埋められてもよかったかな。これはすべて埋められてもよかったんじゃないかと思います。42番のうのところは、あのこれ、改正点なんでね、あの来年以降も受けるという方は、行政手続法の改正は改めてちゃんと確認はしとかなきゃいけない。あのね、うは、本当はできてほしいんだよな。 あの問題文の2行目かなしかし「えー、あ」はこれは9番で行政指導なんですけどについてもこれに従わない場合について何とかが定められている例があるなど相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすっていうところでこれは「 あ行政指導に従わないときに晒し者として公表するって話があったなっていうところに思い出して、えー、もらえるとよかったかなっていうのはあります使名の公表っていうね本試験でよく出てくる卓越でよく出てくるパターンですで、使名の公表はあの行政上の強制手段のどこにも当てはまらないとかさ手続き法上何かルールがあるわけでもないまさにグレーゾーンなんだけど一番効果があるっていうそういうようなペナルティの貸し方なんですねそこで に最初の「う」のところで公表って分かった人が、まあ、わずかながらいたっていうそういう話なんだと思います、うんまあ。問題43の品川マンション事件はねこれはもう典型的な判例なんでやはり4143全部正解して42のところで1個2個外してみたいな感じで、まあ、合計10個できてればもう十分でしょうね。例年に比べれば割と解きやすい多子選択の問題ではなかったのかな いうことです、はい、えっ、ーね、一旦そこまでにしておきます、ちょっとあのー、10分間ほど休憩を取って、えー、5分からですか、また後半を再開したいと思いますので、5時5分から、えーね、再開します一旦休憩です。 はい、えー、じゃあ後半ですね後半は記述だねあのー、全般的に見てると記述の出来はですねまあこれ緩く採点するしないにかかわらずあんまり良くないです全体的に良くないと思いますあの問題444546通してみて えーまあ、あそれぞれの問題、完全にきちんと回答しているっていうような人よりは、やはりちょっとずつちょっとずつ間違えているような状況に陥っている方が多くて、例年と比べても記述については、そんなに出来があ、まあ、いいわけではないですね、卓越ではものすごい点数が取れても、記述のところで、やはり結構ギリギリになっちゃったりとか、実はそこで、ああ、 ちょっと厳しいかもって話になってしまうっていうような状況が生まれやすいそういう問題なんだと思いますが、まあ、問題44から見ていってみますけどね、あのー、X は Y 県内で開発行為を行うことを計画して Y 県知事に都市計画法に基づく開発許可を申請したでしかし知事はこの開発行為により崖崩れの危険があるなど 同法所定の許可要件を満たさないとして申請を拒否する処分をした。でこれを不服とした X が Y 県開発審査会に審査請求をしたが同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する採決をしたと。でこのため X は申請拒否処分と棄却採決の両方につき取り消訴訟を提起した。 でこのうち、まあ、書くべきことは3つなんですね。えー、採決・取消訴訟のまず被告はどこですか。それから、こうした採決・取消訴訟において一般にどのような主張が許されますか。最後が、こうした原則を何と呼びますか。この3つになりますか。あのー、被告に関して、そうそう、こちらにね。 えー、今日のレジュメの4ページのところにポイント3つっていうので挙げてみたんですけれどまず、まあ、ポイント3のところにも上がっているように、はい、被告の選択を正しくできましたかっていうそこです、これ意外とできてないです、意外とできてなくて、まあ、あの結構ね、うん、なんだ、被告について。 まあまあやや勉強をまだしたばっかりだったっていう人が Y 県開発審査会って書いちゃってるケースはまあ結構見受けられましたね Y 県の開発審査会を被告とするっていうそういうようなあの回答ですかをしてしまってたケースがまあ見受けられたかなというのとそれからなぜか被告は国だって書いいた人が結構多いですなんか知らないけど無料成績診断見ても被告は国だっていうことを書いてる人が結構多いんですね。何か あのど,うどうしたのかはよくわからないけど突然国が出てきたっていうケースも多いです意外とだから被告をちゃんと選択できたかっていうのは実は割と大きなポイントになってるかなというふうには思いますそれからポイント2それよりも大きいのはこれでしょうねあのどのような主張が許されっていうところに気がつきましたかっていうところはこれはまあよくあの記述の問題はね、えー、これは。 あの試験委員の方から来たラブレターなんだよっていう言い方をするんですけれどラブレターに何が書いてあったかってことを一言一句きちんと読んで相手が答えてほしいことに沿った形で答えを書かないとやっぱ点数はつかないです例えば今回これあの原処分主義だって気づせっかく気づいたにもかかわらずその採決取り消し訴訟の中では処分の違法性を主張することはできないみたいなことをその 何が許されるかに該当するところで書いてしまってたら、まあ、そこの何が許されるかの部分というのは完全に0点だという話にはなってしまうだろうというのはこれはもうやむを得ないでしょうねやはりあの採決の採決自体に、えー、出てくる違法性採決自体に何か違法性があるんだそれだけを主張するんだよってことをそれが許されるんだよってそこでちゃんと条文の内容をきちんと変換できたかどうかっていうのがもう最大のポイントになってるんだろうとは思います。そして 一番は、おそらく、えー、このね、ポイント1に戻りますけど、えー、何の訴訟を提起しているのかっていうところです。ここ、処分取消訴訟と、えー、申請拒否処分の取消訴訟と採決取消訴訟を両方提起しているでしょ。両方提起できるっていう段階で、これは採決主義って書いたらダメですよ。両方提起できるんだから、もともと特別法で、 こう例えば審査請求して棄却採決をもらったら次は採決取り消しの訴えだけで争いなさいってなってるのが採決主義の場面ですから両方できるってことはそういう規定がないってことになるんですそういう規定がなくて両方起こせるんだったらこれは採決主義っていう話は出てこないはずです原処分主義でいかなければいけないんだっていうことになるはずなのねだから、あのー、まあ今年卓一の出来がいい。 だから記述の採点はある程度厳しくなるだろうなんていう言い方をよくしてます。で一つあるのは、まあ、今回3つ書くべきことが指摘されてるわけだから、まあ、それぞれについて部分点は当然つくんだとは思います。あのー、まあ3つなんでねあんまりこれ何点ずつかなんて言っても細かく考え出したら何パターンも出てきちゃうから、まあ、そこはあの6点6点8点とかでもうバッサリつけました。 668とかでバッサリつけました。まあ,あ、多分被告は6点なんですよ。で、それから、あの、どんな主張が許されるかが6点か8点かどっちかで、で、現証文書にも6点か8点かどっちかで、感覚的には668なんじゃないかなと思って、点数を一応つけたりはしています。あの、個別に記述採点した人は、それを基準に採点はしたんだけど、 したんだけどもう一つ条件をつけといてこの最後の原則を取り違えて採決主義って書いてたら基本的に他のところの部分点はあの私が採点したものについては与えてないです、与えてません、だ最後を採決主義って書いた段階でもう全部0点だっていうそういう判断をしてます。だこれは人によってはいろいろ出てくるところだとは思うのでまあ,あ、なんとも言えないかもしれないけれどただね 問題を見たときに、こうした原則はなんと呼べますか、原則の名前が違ってて、他が合ってたって、全体として見たら、やっぱりそれは文章としておかしいってことになるんじゃないかなって考えると、まあ、それは厳しく採点すればばっさり0点だってされても、文句は言えないよなっていう、そういう話です。まあ、被告 y 件であと全部違ってました っていう状態で、で最後採決主義って書きました真ん中も違ってます被告 Y 見だけ合ってるからそこだけ点もらえますかって言われた時にあげたいんですけどね <laughs> あの6点ってあげたいんだけどあげたいけど期待はしない方がいいかなっていうそういう問題だと思います原処分主義が欠けてるんだったら被告 Y 見と原処分主義で部分点をあげるっていうことは可能だとは思うんですけど、あのー、原処分主義を間違えちゃうとやはりこれ問題で一番答えてほしいのは多分そこだと思うので。 一番大事なところを間違えちゃったらやっぱりちょっと点は全体としてつかないと思ってた方がいいですという話なんですねまあこれで蓋を開けてそこでね合否が分かれそうだという人が1月27日にあの葉書を開けた時にですねなんだって言ってんじゃんってなったら <laughs> それはそれであのちょっと心配しすぎだなあいつはと思ってもらえればいいのかもしれないけれどまああの 感感覚的にはそんな感じこれだけ卓越の点数が無料成績診断でいい年っていうのは2006年以降1回もないんですよこんなに点数がいい年っていうのはないので、まあ、記述の採点2009年の時にねすんごい厳しかったのね。 2009年の問題の時の記述の採点は本当に厳しくて178点卓越で取ってた人もう余裕で合格だねって言ってて、えー、いざ蓋を開けたら180点っていうそういう点数で受かってたとかそういう人が続出したのがだからもう記述3問で2点とか3点しか上げないっていうような採点をした実績もありますから、まあ、それを考えるとそこまではいかないかもしれないけどまあ 今言ったようなあ判断はそれなりに意味があるんじゃないかなとは思っています。はい、問題45番。これは185条の内容そのものという感じになりましたか。えー、まあポイント、やっぱり、えー、レジュベの5ページのところに3つ挙げときました。まあ、ポイント1と2は基本一緒なんだけど。 あのね、いくら分かんないからって民法の規定によるとって言ってるのに判例の内容を書いちゃダメなのはこれは当然です。大人の譲り渡し事件かなんかを書いた人がものすごく多いんですけれどそれはダメよまあなんか分かんないからとりあえず書いとこうっていうねその姿勢は一応評価しますよ。<laughs> あののね、そのなんか書いとけばどっかで点がもらえるんじゃないかなっていう発想で書いたってのはいいと思うあの白紙よりは書いといた方がもしかしたらそうやって部分点もらえるかもしれないというのはあるけれどあの、あと。 時効の話になぜか持ってっっていちゃった人も結構いるの、ね、平穏公然全員無価値とかそっちの方に話を持っていっちゃった人もいるので、まあ、これも実際答えはね、えー、皆さんがもう見ての通りなのでいいんですが、あのー、去年の試験だったら例えば多種専有とか新たな軒腹って書いてあればそこだけで点がもらえてるっていう去年の採点基準ならそういうのもありなんですね。ただ去年はご覧の通り えー、もう択一が非常に悪かったからそういう採点をしてるんであって今年の場合は全体の方向性として文章を違ってたら中にたまたま新たな軒腹とか所有の意思って言葉が入ってたって多分点はもらえないと思いますもらえないいと思います一応、まあ、あの方向性的に合ってて、えー、ね前半と後半でちょっと文章が最後の方違う感じになってても前半だけで10点くれるとかはそれはあるかもしれないけれどまああ,のあんまり期待はしない方がいいのかなと。 というところではありますね文はこれを本試験の前の日にねあの記述で注意するべき論点として挙げてましたし185条はまあ一応記述の要注意するべき条文の1個として掲げてたものなのでまあまあ,あその通り出たなっていう感じではあるんだけれどやっぱり45番はあまり出来は良くないです。あんまり出来はは良くないいです、はい、46番 これもラブレターだ、ね、あのー、事例がすごく細かく書いてあるのでちゃんとそれを読み取れたかどうかでもう明暗が分かれたかなというところではありますよね。これもやはりこちらに、えー、最後のページのところにね書いておいたんだけれど。 まあ、ポイント1の事例を正しく把握できましたかってそこが最大のポイントかな今回問題文読んでいただくとね、えー、A と B は婚姻し3年後に B が解体、うん、でその頃からあ両者は不仲となり別居状態その後に C が出生した別居はしてるけどまだ離婚してないんだよね。 だから婚姻関係にある間にちゃんと生まれてきてるっていうそういう状況であるということを考えると婚姻成立から200日経過後にっていうところに、まあ、そのまま当てはまってるっていうことでしかないんです。で B は A の首相を C に知らせるとともに A の婚姻会計を解消したいと C の親権者には B がなることおよび A は C の養育費として毎月20万円払うと。 いうことを求め、a もこれを了承して協議離婚が成立したと。だから、子供が生まれてから離婚してるっていう状態なんですよね。少なくとも婚姻関係にある間に解体したんでしょう。それは夫のこと推定されるわねって話です。しかもその後別居してるんだから。 いいいいわゆる推定が及ばなななとかああいう話にもならないですよねこれはね一緒に住んでる時に妊娠してるっていうそういう状態ですからもう完全に問題なく推定が及んでるっていう状況でこの子は処理をすればよかったはずなんですね。 ただその後別居する前から他の男と交際していたらしいじゃないかというのでこれは俺の子じゃないんじゃないかみたいな話をこの元夫の方が思い始めたっていうそういう話なんですね。うんまあ時間がなかったらしょうがないかもしれないけどこう出来事の順番を矢印に載せて順番通り書いて整理したようなことをやった答案を書いてた人は、まあ、答案のところにそういうのをやってた人は まあ判断を間違えなかったみたみいです何人か見てたらそういうのを問題冊子のとこにね書いてるのをちらっと見た人もいたのでまあ書いてた人をね見たのでねという話ではあるんだけどねでこのような事情において C が自分の子でないことを確認する A は誰を相手としていつまでにどのような手続きを取るべきか。 まあ理想を言えばこの順番通り書くのが本当は一番いいのかなちょっといろいろアレンジしちゃってる人も多かったですけどまあまあ,あの相手まずこれ、えー、B だけ C だけっていう相手の選択のところがまあこれポイントにですね相手を正しく選択できたかこれも条文知識です条文知識になっちゃうのでうーんなんとも言えないところなんだけどねただ あの条文の中あの文言を見ると、ですねこれ、775条という規定なんですね、民法の775条という規定で、775条という規定で、そこだけ拡大するけど、全条の規定による否認権は、 子または親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行うっていう条文があるんですねだから C または B まあだからわざわざこの問題の中で親権者は B だってことを問題文の3行目のところで問題が指摘してるのよだからそこの判断がきちんとできてたかどうか。 というところなんでしょうね、うんまあ、割と芯を除いた人が多かったかな赤ちゃん相手にできないでしょうみたいなことを考えましたというけれど、まあ、それだから制限行為能力者って制度もあるんだろうし。 親権者がいるんだってことを考えれば、まあ、それは赤ちゃんに言っても、ね、バブーって言われるだけだからそれはしょうがないんだろうけどさ、まあ、あのそこの判断はちょっと条文知識としてはやや甘かったかなっていうところはあるかもしれませんあの親族だとこの親子関係はねこれは要注意論点として挙げてましたのでやはり判断ついてもよかったかなそれからもう一つはね、えー、1年の起産点ですよ。 ポイント3としてね1年の起算点が正しく出てきたかどうか1年だけ書いててもこれは点数にはならないと思うよ今年の場合は1年だけ書いててもダメ、いつから1年かこれをちゃんと書けたかどうかでこの部分についての点数がつくと思ってくださいでまあこれねあの出生出生から1年って書いてる人がすごく 多かったけど出生から1年だとちょっとやっぱ早いですよねカウントのタイミングとしてはねやっぱその子供が生まれたことを知ってから1年でないとっていうのが777条っていう条文に書いてあるのこれも777条っていう条文のところであの着出否認の訴えは夫がこの出生を知った時から1年以内に提起しなければならないって条文があるんですねだからあの出生を知った時から1年以内だ、まあ、これがね出生を 知ってから1年とかって書いた場合はそれほど大きく減点はされないだろうとは思ってますけれどまあただ一応そのタイミングとして一応知ってから1年知った時から1年っていう表現になってない場合はその分野についての点数は与えないっていう、まあ、知ってから1年の時は考えすぎかなまあそこは 普通に考えたら点がもらえると思ってもいいのかもしれないけどあの一応個別の相談の時はちょっと減点してます少し減点する形にはしておいたっていうそういう話なんですねあの。去年の試験だったら1年だけ書いてあったらそこに、ね、3点とか4点とか点数くれた可能性あります。それから B または C で B だけ書いてあったら点くれるとかあ、まあ、要は B または C を相手にで6点なら B だけ書いてたら3点とかねそういう採点は去年ならしてるかもしれないけど一応今年はそういうのはしてこないだろうと思ってますので。 でパーツパーツで書くべきことがちゃんと書かれているかどうかで点を与えるそういうやり方です。あの着出否認の訴えという最後の訴えの定期の種類ですねあのこれ間違えてたら全体として0点ですという評価をしています。これ親子関係の、ね、いわゆる親子関係不存在確認の訴えを選んだ人非常に多いです。まあ 本当に混乱したんでしたでょうね。父を定める訴えって書いた人もいましたけどまあそれはちょっと少数派かなまあ一応親子関係の方か着出否認かで迷ったとあとやっぱこういう制度の名前は正確に覚えておかないとねブログにも書いたけど着出死否認の訴えって書いた人とかあとちょっとその制度の名前を着出否認の訴えに余計な言葉をさらにくっつけてもう少し長い単語にしちゃった人っていうのは結構 これは少なくなくいですやはり制度名が正確に入ってたかどうかもポイントになると思います。あの何人かの人には言ったんだけど前の方が合ってて最後が親子関係不存在確認の訴えになってて部分点もらえませんかってねあのいう話は何人かの方からは言われましたけどうーんと一応感覚的に見るとこれね例えば相談された時に 一番何が大事って言われたらまずどういう手続き取るかが一番大事だと思うのねそれアドバイスしたのが違ってたらもう完全にこれはあのお前に相談するのは間違えてたって話になるでしょ相談されて答える時に真っ先にやはりこういう手続きが取れますよってそこを的確に答えてあげないといけないんじゃないかなそれを間違えてたら全体として0点だって言われても文句は言えないと思いますから一応それで評価をしてると思ってくださいもう一つこれも何人かの人に言ったけど親子関係不存在確認の訴えには出訴期間はないかない 心思、ね、関係不存在確認の訴えはいつでもできるっていうそういう話になっててで着出死否認の方だけがあこれは一応出訴期間がっていう話になってたでしょ定期期間っていうのはこれないのよ。親子関係不存在確認の訴えにはないので着出否認の訴えの方だけ出生した時から1年っていうのがあったの。っていうことを考えるとそこのいつまでにっていうのを聞いてる段階でこれ選んじゃダメだよねやっぱりね。 っていいう話になるんだと思います、まああれこれこう見ていくとやはり、うん、46番のところで着出否認の訴え以外を変えたっていうのはちょっとやっぱ知識的に不十分だったと言われてもやむを得ないのかなとは思います。で番外編で字がね書けないという状況に陥って、うん摘出になっちゃった人が結構多いですよね。それから、まあ 適当の適応を書いちゃった人も中にはいたのでまあ底辺書いた人が多いかなというとこなんですねあの棒が一本足りないとか多いとかだったらまあ多分多めに見てくれると思いますけどあの辺を間違えるともう音が全然読み方が変わっちゃうでしょう漢字の場合は意味も変わっちゃうのでそこは多分原点まあ0点じゃないだろうけど原点はされると思った方がいいですねと思いますよあの中にはひらがなで書いてる人もいたね 着質の着のが思い出せなくて、ひらがなで書いたたその方がが良かったかっもしれません。ひらなで書いてればとりあえず音はわかるのでまあちょっとその人が何点つくかわかんないけどまあ底辺書いたよりは減点はされないんじゃないかなとは思います、まあ、そんな話ですあの今回ね46番もこれ3つ書くべきことがあるからまあ668ぐらいで採点はしてますということなんですねまあまああのー 大体ここ私のところに来てると基本的にものすごい低い点数しか出してないので、えー、すごいちょっとにらみつけながら帰るとかね <laughs> そういうパターンになることがまあまあ多いんだけどうーんであの他のところ行ったらもっと点数くれましたとか言,う言われる場合もありましたので、まあ、まあもしかしたらその先生によっては点数を基づけているのもあるのかなとは思うんだけどねやはりうーん、まあ、一応、えー、何を言われても。あの そこは変えないつもりでいますので一あとは1月27日の発表をちょっと待ってそこでご自分が書いた答案と点数を見比べてみていただくとよいだろうということですね。はいえー、一般知識についても簡単に触れておきます。えっ、ー、とね、レジュメの方で、えー、3ページですか、そちらに一般知識公表を入れておきました。 うんなんかちょっと去年と違って2013年以前の内容の試験の内訳に出題の内訳は戻ってましたね、なんだかね、戻っちゃったっていう、そういう話です。ただ、全体的な難易度はこれは見たの感じ、例年通りと捉えていいかと思います。無料成績診断のうん平均点を見てもそんなに変わってないでしょ。 ね、32点から34点の間で、まあ、去年とそんなに変わってないんですよねだから、まあ、例年通りでやはり8問以上というところを合格ラインにするというのはこれはやはり同じような話になるのかなというところなんですね、あのー、47から50までで3つそれから54から57まででさらに3つ え文章理解で2つぐらい正解できてるとこれはあやはり良かったのかなというところです。47から50までの4問での問、まあ、つ取れてると嬉しいなっていうのがありまますね、まあ、問題47番国際連合出たんだけどちょっと国際連盟と比較させるとはうーん思ってなかったなというのがあ個人的にはありました。 ですから、あんまりこれは普段の授業でも説明はしてない内容だったということになっちゃうので、うんまあ、難しい問題という言い方をしておきます。まあ、47番でも正答率で見るとそうでもないのか、まあ、でもやっぱ低いね41%ですもんね、まあ、回答速報会のときにも言ったけどねこれ一番の国際連盟はローズベルトではないんですね。これ あのウィルソンなんですよねウィルソンの14箇条ってあの禁酒法って作った人ですねウィルソンってね結構理想主義者の方で、えー、まあなんかなんかクエーカー教徒だったかなんかそういう何らかの宗教の信徒の方なんですけど、まあ、割と理想主義者で,で禁酒法を作ったりとかこの、えー、第一次世界大戦の後の国際秩序を平和を 貴重にしたものを作るって言ってて言国際連盟作ろうって言っといてなんとまあ国際連盟ができたらアメリカは議会の反対で加盟できないっていうそういうあの信じられない事態が発生するんですなのであの選択肢4番途中から加盟じゃないのよ加盟してなかったのよ <laughs> っていう話なんですあの国際連合の時は最初からもちろん加盟してますけどねっていうそういう話だったんですよ5番は知っててもいいかなとは思うけれど、まあ、あの経済的な制裁手段しかないのは国際連盟の時代で国際連合は軍事的な制裁も あるでしょそれから選択肢2番ねこあのー、国際連盟はこれはスイスのジュネーブに本部があったのでフランスのパリではないですよなんか大変なことが起きてるみたいですけどねフランスのパリではね今日あたりねまあそんな話ですはいそれから48番これが確実にやはり取れないといけないタイプの問題でしょうねあのー 特に選択肢3番のあたりの話はこれはよく説明している内容と言ってもいいかもしれません比例代表の時に選出された衆議院議員離党する、まあ、よくある話です、離党するのはよくある話だけど選挙の時に他に出ていた政党に移ってはいけない、新党を作ることしかできないというそういう話になる、これは必須知識だったと思います、きちんと取れてほしい問題です。 それから49番、日本の貧困と生活困窮というので、まあ、ある程度、そうね、同情などを受けてた方には説明してた話ではあります。少しテーマがね、それてたといえばそうかもしれないけど5番はこれは明らかに生活困窮者自立支援法はもう成立してますからしてないというのはおかしいよね。 これれはあきちんとしてななけけばいけない。それから相対的貧困率っていうのもねこれもそのいわゆる発展アップ道場っていうのを受けてた方はそこで説明したことがありますあれはあの所得可処分所得の高い人から低い人までを並べてその数値を取って真ん中ぐらいの数値未満の人の割合っていうそういう話なんですよね。なので、あので、ー、あ 3番の内容は相対的貧困率の説明としてはおかしい一方で4番の絶対的貧困ってね1日1ドル未満で生活してる人の割合のことを言うのだからそれがさすがに6人に1人もいたらこれはあの開発途上国になってしまうので日本はそういうことはないだろうという話なんですねそれから2番 あの低所得者層の人が増えているというのは、あ二番これはまあ減少傾向ではないだろうなという判断はついてもいいかとは思います。一番が正しいということになるんです。それから五十番は、うんね GDP が五百兆円って。 いう言葉が頭の中に残ってた人は正解できたかなってこれちょうどあの10月の終わりぐらいにやった道場でこ,れこの GDP の数字は覚えときなさいって話をしたのでこれパッと見てパッと思い出せた人はそこで正解できてたっていう方はまあ何人かの人から話は聞きましたのでまあそうなんでしょう全体としてみれば難しいんだけどね一番だけならなんとか答えられるよっていうそういう話ですね。 まあ51番、空き家の問題、これはね、まあまあまあ、全く想定してませんでした、ただ、正答率見ると、高いんだよね、78%です、できてた人もいたかもしれません、あの結局これ、読んだときに、まあ、確かにあの条例の制定の方が先行する。 といいうううののがそそ言われれればかかもしれななっって思って思4を選んだのかなたまたま4を選んだのか分かんないけどこの正答率を見ると結構多くの人ができてたってことになりますからちょっと空き家の謎ですね、あのー。なんでなんだかはちょっと分からないけれど、まあ、知ってたという方がまあいたニュースなんかで見てたとかねいう方もいたのかもしれません。52番これはもうねまあ40%だからできなくていいんじゃないですか。 島によく行く人ぐらいしかわかんないってそういう問題になっちゃうと思いますよ53番も意外に難しいですこれやはり35%の正当率だから52、53あたり間違えても別にそんなに大きな影響はありませんあのあはねこれは知ってた人はいるかもしれませんけれど 「言う」えのあたりは何とも言えないですねねこれはは、ね、知ってたかかどうか、まあ、うはおそらくこれ東京都が人口が多いんで高齢者の占める比率も高いってそういう話らしいんですけどねなかなかちょっとどこまでかなって絵なんかでもね ああ、そういえば、お年寄りの万引き犯は多いしとか、なんかそういうことが頭にふっと浮かんじゃうと、そうかなって思っちゃう人もいるかもしれないし、やっぱ難しかったと思いますね。はい、54番以下、えー、54から57で3つは、これはそんなに、あのー、高いハードルではなかったのかなとは思います。まあ、54番。情報公開法と公文書管理法なんですが、まあ、選択肢5番以外のところは判断がついてもよかったかなという、そういう問題です。 それから問題の55番、情報セキュリティ、うん、いろいろこうね惑わされるものはあったかもしれないけど、選択肢5番が物理的な壁を作るというのは、これは明らかにおかしいですから、サーバーを壁で囲むというだけの話というのは、これは明らかにおかしいので、まあ、そこを気づいてほしいという問題だったんでしょう、55、84%の正答率だったので、まあまあ,あ、できた方が多かったんじゃないかと思います。 56番はこれは典型的な行政機関、個人情報保護法の問題なんでね、あのー、一通り勉強してれば、できなきゃいけないね、これはね、できなきゃいけないと思いますよ。行政機関は国の行政機関を指す。会計検査院が入る。会計検査院は忘れがちだから覚えとこうねっていうのは、よく例に挙げるものです、これは。それから、手数料、色つけてい,いかだめかっていう話で、 あの情報公開法と行政機関個人情報保護法の開示請求なんかはこれは手数料取れますけど実費の範囲内でっていう実費以上取っちゃダメっていうそういう規定があります。 で普通の個人情報保護法は実費を勘案して合理的な範囲内でというのでこっちは色をつけていいんですねだ実費が100、300円でもそれを1500円にしたって別に構わないという話です高すぎるとこれは是正勧告の対象になるけれどあのそうじゃなければあ、まあ、構まわないよって話になってたあと絵が分かれば答えは出ます だから56番の正答率が68%、うん、ちゃんとできたかどうかで合否は分かれたかなそういう問題なんでしょうねあの57の位置情報はうんまあまあ意外と正答率が高いのね86.8%なので分かったんですかね <laughs> なんとも言えないですけどね問題としては難しいと思うけれどただ確かに4番を見ると GPS の位置情報というのは結構共有されてますし位置情報はだってどこどこにいるよっていうので。 あの投稿したときに位置情報がパッと出ちゃって、他の人にも知られちゃうっていうような問題点があるとすれば、まあ、通信の秘密で保護するとかそういうものではないんだろうなっていう判断からもしかしたら4を選んだあ、まあ、じゃないか、4番はこれは誤りだから、やっぱりそうだよね、ななんんんででできたんだろうねちょっとよくわかんないですやっぱりちょっとよくわからないですね、これは該当しないと返されているって書いてありますもんね。 該当するという、するとしないのところでだからというのであると、どうしてこれを正しいと選べたのかはちょっとよくわからない。うん、だけど、まあ、57はいいとしても、54から56までがきちんと正解できたかどうか、ここが、まあ、普通に勉強している場合は、大きなポイントになったんじゃないかなというのは、まあ、それは変わらないと言っていいでしょう。はい、文章理解。あのー 3問ね、2問は正解できてるとよかったかなっていう、そういうものです。あのね、ここ4年ぐらいの問題の中では、解きやすさで言ったら、まあ、1、2ぐらいに入ってくるような感じの問題で、やはり穴埋めと並べ替えが出てくるんですね。 これは来年以降も試験員が変わらない限りは、この状態は続くんじゃないかなとは思います。穴埋めと並べ替えが続くというそういうイメージですよね。うんとね。一応58番あのローマ数字の1番と、それから2番が勝負のポイントだと思います。 やはりあのローマ数字1番で我々の在り方は人へに能力に尽きるのであろうかとしかし能力に尽きるのであろうかっていうような話をしているってことは能力にについてて何らかのの否定的な表現が一のところに入ってくるはずですでそれをおかしいよねっていう話を、えー、しかしのあとで展開しているって考えれば、まあ、それは「う」が入るという判断はできてもよかったのではないか少なくとも「あ」とか「い」ではないだろう。 とということですねあとかい、e、は能力って話をストレートにしてませんから。でそれでいくとローマ数字2番がい、e、というのはもう最初から確定しますね。あのうが先頭に来れば2は4と5の選択肢しか残りませんからい、e、に確定するでしょそこはもう考える必要ありません。あとはあとえがどっちに入るかな。やっぱりローマ数字3番が 1>, 1番と同じようにしかしで否定している内容になってますからそれと逆の話が後へのどっちなのかという判断をすればよかったんじゃないかなっていうことになります。結果的にまあ正当率的に言うとやはり60.5%以外に合否を分けてる問題かもしれません。 クラン補充の時はね、前後関係ね、前後関係をきちんと見て、そこだけ見ていけばいいですから、これ実際、回答速報会の前に問題もらって、答え出さなきゃって言ってやってた時きも、読んだのは、これ、ローマ数字1番と3番のしかしの後の1行だけです、基本的に。私が解いた時に読んでるのはそこだけ、他読んでません。どういう文章だかよく分かってないです。ただ、1番と3番、1番を見て能力に尽きるのであろうか。 あもしそうであるならばうんぬんかんぬんであの能力に尽きるというのはおかしいって言ってるよねじゃあそれと逆の話として能力について、えー、もう能力に尽きるんだっていうようなことを言ってる文章が1には入るんだろうなもう選択肢を見たら「あう」しかないですねって「う」を選んでそうると 2, 2番は「い」で確定してでそあとはローマ数字3番を見て、えー、やっぱり逆の話をしてるのはどれかな「あ」あですねっていうのでそれで答えを出してます。だから所要時間的には多分、うん 2分ぐらいいいっていうういうそ解き方ですあの穴埋めと並べ替えはそれでいける問題が結構あるのねっていうのはよく言うんだけどなかなかあの、ね、現場に立つと難しいかもしれないけどただ、あのー、今回58番はそのローマ数字1と3の「しかし」っていうその表現に着目できたかどうかで明暗が分かれてると思います。59番、まあ、これが一番正答率がいいね9割90%ってなってますから、あのー、結構よくできたのかな。まあ あの頭とお尻が確定できればいいもんねあの空欄の直前に直感的に分かるって書いてあるでしょだったらその直後に来る文章はやっぱりその内容を引きずったものをまず先頭にポンと置いてあげるのがこういう空欄補充の場合の一つの流儀でしょうねとなればうだ,んだろうななって話になりますで直感的に分かるってなったら4か5しかないんですよ で意と、へのどっちが来るんだろうねって話なんだけれど、あのー、直感的に分かると言っても「う」の内容を見ると頭の中に答えが飛び込んでくるわけではありませんって言ってます直感的に分かるってってもこういう意味じゃないよって言ってますで「い」のところを見るとやはりそこもあるいは答えが頭のどこかにあってその答えに直達するということでもありません同じ感じでいや直感的に分かるってってもこういうことじゃないよであるいはこういうことでもないよ こう否定するる話になってるでしょあと絵を,を見るとこういうことなんですよってむしろその内容を説明する文章になってるんですね。明らかに「い」と「う」の方が1個のグループになってあと「え」は別のグループだって話になるはずです。その結果読んでしょうねっていう話です。あのー、結局これもこのような分かり方は以前の文章は読んでないです。 読んででないです。この第2段落のところからあとだけを見てそれで判断するっていうことがこの文末の空欄補充の場合もしこれ来年受ける方はそういったところちょっと頭に入れといていただくといいですクイズみたいなもんです文章理解のこの穴埋め並べ替えの問題はこれは文章を読む力のあるないの問題じゃないですあのキーワードをつなげてそれを選択肢から判別して答えを絞り込んでいくってことができればそれで答えは出ちゃう問題が出てます それから問題60番、うん、これ解答速報会の時にも言ったんだけどねうーん、そうね、1番、これ1番、2番、3番、4番ってさ、5群をざっと見たときに、絶対手つけちゃまずいだろうなっていうのは、多分2番なんだよね。 理解と対応と理解と想像と対応って言われると理解と想像対応でこれで区別するっていうのは結構厳しいなって話にはなるんじゃないのかなというところ逆に言えば3番は通達報告論証ってなってるでしょこれ明らかに違うんですね言葉の内容がだからここでうまく確定できれば結構絞れるんじゃないのっていう見込みは立ちますねあのローマ数字1番でもいけるかもしれないけどただ 3番の方が攻めやすすかったと思いますあの、ね、こう空欄補充複数空欄があってその中のどれを埋めればいいかって話をするときは、まあ、これはもう今年すでにもう大丈夫って人はあんまり意味がないんだけれどあのこういう解き方もあるんだっていうのは知っててください。5群から見て一番こう区別できそうな5句が並んでるところから先に判断をしていくってことをやるとこれ3に報告が入るのは結構明確です。 3に報告が入るのは文書の内容からある程度推測できます。もうそしたら2か3しかないでしょ。そこまでくればローマ数字1番で応用か体験かならこれ応用だなっていうのはあ確定できると思います。そうじゃないとなかなか厳しかったかもしれません。応用なのか解釈なのかでローマ数字1番だけで見ようとすると迷うんだよねっていうのがあるのでやはりあの 早く解くならそうです。早く解くならそういった形でいけるだろうとは思います。まあ、問題60はただ現場で解こうとすると結構厳しかったのかもね50%台の正答率になってますので、まあ、一応解くならそうだよって話だけれどなかなか正解に行き着くのは厳しかったかもしれません。58、59ができたかどうかここが3問中2問取るための条件だったんじゃないかとは思います。ということなんですね。 まあこうやってあの全体的に見てくるとやはりえーそうだね一般知識は標準的で法令科目の方がまあ解きやすいから何て言うのこう ちゃんと取るべきものをしっかりとってたっていう人であれば点数がそれなりに伸びたんだろうなということなんですね。まあまあ,あの解きやすいのと優しいのは別だって話はよくしてますので、あのー、やはり正確な知識がどこまできちんと身についていたかによって優しく感じたかそう感じなかったかっていう個人差は当然あるだろうと思います。 まあ、あのここから先はねもうすでに合格を決めた方はあれなんですが、まあ、来年以降またもう一回チャレンジするぞという場合は来年は不服審査法が一応全面リニューアルするという状態で出てきますよね、まあ、何人かの人にこれも言ったんだけど、まあ、あくまでも私の個人的な予想ですけど来年は不服審査法はそんなに難しくないと思う来年の不服審査法はそこまで難しい問題は出してこないと思います あの改正大きな改正があった次の年とかその次の年ぐらいの問題で一つ参考になるのはうーんあれだね行政事件訴訟法の、えー、平成じゃないや平成16年改正か2004年改正かなあそこが結構一つの。 基準になると思いますけど2005年とか2006年の行政事件訴訟法の問題を見ると改正点の総合問題みたいなものを聞いてくるような出題がすごく目立ってるんですね。だからそういう感じのどこがどう変わったで消化的な問題が出てくるんじゃないかなという気はします。 全面改正法案が国会に出た後の2008年の試験から2問科目になったんですね。それまで3問出たのよ。だから3問は出てくるかもしれない。あのそんなに変わってないところとか。それからまあまあ変わってたとしてもお一通り勉強してれば分かりそうな問題。 合わせてもう一個改正だけで聞いてくるような問題とか、まあ、改正ポイントをまとめた問題2問ともう1個は割とその大雑把な概要を聞いてくるとか定義聞いてくるとか目的条文もちょっと文言変わるからそこを聞いてくるとかって問題で3問は出てくると思ってた方がいいです。もともと不服審査が2問に減った時に1問増えたのは国売なのね。 国売って昔は1問科目だったのが2問にその時増えたんですよで今ずっと2問のまま来てるでしょ、まあ、ただ242526のあたりが3問総合問題的なものが出せるから国売は2問維持しても不服審査法3問っていうそういう出し方をしてくる可能性は結構高いかなとは思ってますただそんなに大変じゃないと。 という話なんですね、まあ、会社法もちょっと変わるけど、まああまあ、すでに変わってるんだけどあの今年その変わってる法令で試験が出なかったので来年以降は改正された点で出てきますけどまあ会社法ですからそれほど体制に影響はないだろうということです。他だとうーん憲法別にね行政法のその他のところやそれからあー、まあ、民法などは幸い大きな改正点はないでしょうから。 まああのこれまで勉強してきたことをきちっともう一度立て直すということで十分いいのかなとは思います。まああの一応このあたりはねまた来年受けるという人だけが集まっているときにお話はしますけれど、まあ一応あの方向性として、えー、一つ気をつけとかなきゃいけないのは今年は全般的に点数がいいから170点台で。 合格できなかったって人の数が例年に比べるとすごく多くなるだろうなっていうところがありますのでそういう年はあまあゼロベースから再構築するっていうようなことを言うんだけれどもう一回初心に帰ってゼロから知識の積み上げをもう一度やり直さないと結構翌年の試験の時にあれ去年は178点取れたのに今年は何か知らないけど点数下がっちゃったみたいな話になる。 状況に陥る人は結構多いんですね。なので、まあ、来年受けるっていう方はそのあたりを意識しておくといいんじゃないかなということです。まあ、まあ、今回のちょっとテーマではないので、あまりそれ以上は言いません。あのまあ、2015年度本試験検証会というので。 まあね、えー、一通り問題の内容やそれから記述での添削のポイントなど、えー、お話をしてきましたうん。まあ一通りこのあたりで終了ということにしておきましょうかねまあ1月27日の発表が出たらあのー、私が言ってたことがどのくらい正しく反映されてたかということに関してはぜひまた教えていただけるとねいいのかなということですのでぜひ報告に来てくださいそれではあ今回の検証会はこれで終了ということにしたいと思いますじゃあお疲れ様でした えっっとななんだっけなあのー、まあ、すでに合格決めているというかね大丈夫そうだっていう方はなんかさっきもしかしたら案内があったかもしれませんが23日ですか23日の朝10時半からあのー、なんか完全子会社を作るんだどうのこうのみたいなイベントがありますって話さっきしてたかな、そのイベントがありますもし大丈夫そうだというのであればなんかチラシをもらって今日なんかどんなチラシが配られてますなんかチラシ配られてます そこに入ってるかな <laughs> チラシの中にそういった、あ、ありますね、ありますね、ありますね、それそれそれ、ありがとうございます。はいあのまあ、興味がある方はってことになるんだけど、この11月23日ね、あのねなんかね、このチラシだと若干よくわかんないんだけど、要は、あのなんかここに、えー、この辺りか。はい 株式会社ラゴーラの開店は2016年1月12日って、ね、書いてありますけどこれね、花屋さんを作るっていうそういう話ですあの。通信販売の花屋を作るのでその通信販売の花屋を作るのでちょっと行政書士とか司法書士とかあ社労子とかの人に相談をして、えー、実際すでになんかね、これ第1弾のイベントの時にえー、っと 食品会社かかなんん作ってんだよ、ね、で食品会社を作ってるその食品会社が、まあ、別会社で花屋を立ち上げたいからちょっとその花屋を作るのにお前らちゃんと知識をこっちに協力しろみたいなことを を言っていいくという話なんですね確か社長がねっって言ったはずですよ <laughs> そんなような話なんですけどまああのちょっとしたシミュレーションをしていくよっていうことなのでもし合格できそうだとかまあまあそうじゃなくても興味があるというのであればまあ参加していただいても良いのではないかな朝10時半ってちょっと早いですけどねという話なんですそれからあのちょっと厳しいぞあそう登場する人はあのこちら行政書士と社労士とそれから え司法書士と、えー、登場するとそれぞれがあどういう感じになるのかなってこの人行政書士の人を起点に話をしていくような流れになるはずです。はいなので、まあ、こちらのイベントの方もね顔を出していただけるといいんじゃないかなということあとはあの本当にもうちょっとだめだっていうような状況の方でもう一回チャレンジするぞというのであれば明日ですけど、えー、2時からだったかな小学生試験というのがありますので。 まああのー、満点取ると確かね全額免除っていうそういう話なんだけどまあ満点は取れないようになってるはずですから <laughs> あのねそんな全額免除ばっかりいっぱい出たら困るのでただあの半額ぐらい。 ですかね、最大半額ぐらいの割引にはなるはずですから、まあ、まあもうちょっとあるのかもしれないけどね、6割とか7割とか、結構いい点取ればなるんでしょう、まあ、ただ半額ぐらいの免除にはするようにっていうことで、えー、考えてるはずなので、まあ、もし来年も受けるぞという方は、明日もしくは23日にもありますけどね、直近は明日なので、明日の小学生試験というのをぜひチャレンジしてみていただくと、ただで受けられますから。 あまあ、まだ知識がが残っていいいるうちの方がいいと思まます <laughs> まだ本試験から1週間後だったらまだ残ってるでしょだその段階でのお、まあ、受けていただいて、えー、少し大きな割引を手に入れられてからあ検討するというのもありなのかなと思いますので、まあ、そのあたりもぜひ、ね、利用してみてください。あ、はいえー、あとあれか なんだっけ6時半からだっけ、なんかお疲れ様会とい,いうのをやるって書いてありましたので、それは10回です、もし参加するという方は10回102教室の方で6時半からスタートすることになりますので、まあ、もしそちら参加する方はそちらの方に移動してください。はい、では、本当にこれで以上でおしまいということにしたいと思います。 ya